まさに崖っぷちの戦い、サバイバルレースとなる、はい、この終盤戦残り2ゲーム、両チームの選手が入場してきました。共にベンチコートを身にまとっての入場です。前節の四国ダービーアウェーゲームでしたが、 J 通算100試合出場となりました。徳島のフォワード島谷康則の今セレモニーが行われています。ハイボールが分かりません。ここは松本が裏に抜けていって中に後藤光平入ってくる。一度後ろに下げてスペースからシュート、岸田が狙っていきました。このシュートは枠の外です。シンプルですけどね、非常にいい攻撃でしたね、はい、もう一度中へ杉本、縦に入る渡り、ワンタッチから山崎、渡りワンツー、さあ島谷抜けてシュート、しかしこの前に旗が上がっていました。まあ、徳島らしい攻撃でしたね、はい、中央人数を集めながら相手のバイタルを取った後、ワンタッチツータッチ含めながら、おっとここはチャンスになるぞ、枚数が多い大分、中に出て三平、三平シュート、わずかに左、いや大分完璧な攻撃でしたよね、ディフェンスラインからのビルドアップの中で徳島のプレスをうまくかいくぐってからの、はい、完全にスペース取りましたからね、まあ、相手、まあ、ドリブルも非常に効果的でしょうし、その中で、まあ、攻守の切り替え、こういうところですよね、はい、そこでどちらが先にスペースを取るかというところでしょうね。さあ中に出て後藤です。後藤仕掛けてシュート、パンチのあるシュートでした。迷わず振り抜きました右足、少し距離はありますし、ディフェンスも2枚ついてるんですが、ね、ポストに当たっています。長谷川も少し触ってますよね、はい、あとはもうこの時間帯なんで、ある程度、まあ、新しい選手を入れてその可能性にかけたいというね、監督の意図でしょうね。さあこの位置から鈴木純のフリーキック、利き足は左、あ面白いに向かう軌道だ、長谷川なんとか触りました。いや長谷川もね、逆を取られたと思うんですよね、ある程度合わせてくるという予想の中で出ていったと思うんですが、山崎回ったり中で島谷要求、さあクロスが来た、渡り落として島谷、しかし高木です。今日39試合ぶりのスタメンの高木、パンチ力ですね、これがね後藤の良さですよね。山崎から中へのボールはカット、跳ね返ったボールを収めます。岩尾から小西、シュートを狙ってきた、思い切りのある左足のシュート、いいですよね、やはりゲームの展開流れを変えるためのシュートですから、島谷かけて中にコントロール、島谷浮かせてワンタリー、いやーすごい、エースが決めた、土壇場での先制ゴール、目指すはプレーオフ、誰よりも迷いない男が大分の剣士をこじ開けました。完璧なゴールですね。そうですね、島谷のゴールが素晴らしいのと、あと渡りの体を投げ出しながらのヘディングですけど、うまく当てましたよね。さあ今手元の時計で目安の4分を経過、さあ大分これがラストチャンスになるか、奪うのは徳島、そして今笛、スタッフ陣も雄たけびを上げました。そして選手たちは
今歓喜というよりはどちらかといえばほっとしたような様子。そして一気に崩れ落ちる大分の選手たち。試合時間89分、渡りのゴールでした。1対0、このゲームを制しています。